いや、全然つかないな。いや、やっぱりこう2030年代の電車っていうのはすごいスピードで走ってるけど、景色は変わらないんだな。うん、早すぎるからね。LED、これは。おお。あれがあれだよね、広告か。広告。新しい広告。あ、やっぱ目いくな。だブレードランナーとか、ほら、ああいう感じだったじゃないですか。電車の中に変なやついるとめっちゃ目いくもんね。本当になった。音質が怖い。すごい。音の感じが怖い。こうやって。ちーれーちゃんへって書いてあるよ。うわーおーって、おいおいおい、全然セクシーじゃねえな。たのぜ、今日はたのぜ、たのぜって書いてあるからさ、たのぜ、たのぜって書いてあるんですよ。たのぜ、今日は視聴者からセクシーなお前が見たいということで、MC 任せたんだぜ、うん、ってことで、今日の意気込みを言ってみな。はい、はい、生ガキ食いてー、はい、はい、じゃあ岡本始めますかね、はい、封筒の中のコインで回せ。あ、そうか、そうやんの。後期が一回はけて出方が分かんなくなっちゃった、ね、おすげえの出た。え、これは大当たりかもしれない。ただのガチャ。おい、来い来い来い、ほら、せーの、ほい、これやってみろ、やってみろ。お、なになに、なに、あ、あれ、あれじゃないの、岡本ドクスタート。さてさて、改めまして、はい、岡本トークでございます、はい、というわけで今回の MC、はい、岡本ズのお豆岡本レジです。ギリギリな一言、うん、もうクリトリックリスでしょ。まあバンド名、危ない危ない危ない、うん、アーティスト名、うん、クリトリックリスさん。はい、はい、岡本ズのエレベーターアクション、岡本翔です。エレベーターのドアが開いた時、思いがけず会った近所の人に一言ってどういうこと？それどうもでしょう。いや、そうなんだよ。バッツアップデュードじゃないの？バッツアップデュード。いいんじゃない？正解です。ニューヨークのエレベーターですね。バッツアップデュード。いいと思います。いいんじゃない？はい、岡本ズのベニーモタルト、岡本浩輝です。出たよ、また。久しぶりに聞いたな、ベニーモ。シンプルな一言で、また出たよ。シンプルな一言。何回使ってんの、シンプルな一言。もうやめようよ、シンプルキーポンロッキン、おお、はい、あーっていうのも分かんないけど岡本ズの顔面ピーチ姫こと、はい、おしゃべりクソロボットテンガロンハットもとい浜岡本でございます。はい、シリ滅裂な一言安倍ジョージめっちゃヒューさんに受けてますね。岡本ズのメンバー4人にダラダラ喋ってしまおうという岡本トーク級アプリ限定のスペシャル番組岡本トーク、はい、というわけで今回は私が MC を務めさせていただくことになりました。サボりがちです、ね、久々でしたね。頑張ります。これ本当に久しぶりじゃない？本当に久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりじゃない？新しくなってからやってる？やってないと思う。あら、うん、やらせたくないんだろうね。まあね、台本書かせる側もガタガタガタってなっちゃうからね。そうですね、読めないから。たまにはっていうことで、たまにはそういう回もあってもいいんじゃない、うん、俺が司会やると面白くなくなるかもしれないね。いやいや、そんなことないです。検証します。まだわかんないね、まだわかんない。ネガティブ、ネガティブすぎる。よくないよくない。これまで通りガチャガチャや得点ボードシステムは変わらずあります。はい。それぞれの持ってるポイントが、あ、結構でも全員モリモリになってきたね。ちょっとやろうかな。あ、いいじゃん。ね、じゃあたまにはやらないとね。やってくれ。これじゃあちょっと通って、ちゃんと横位置に戻してからコイン入れるんだから。戻して入れて。そうそうそう。回して出てきた、うん、みんなどうしてそんなに顔がおぼこいのですか？はあ、おぼこいってどういうこと？誰か名前を言ってあげて。ね、18歳男性ガクツーさん。ああ、かすごい。まあ可愛らしいっていうことでいいんじゃないですか？そのおぼこいっていうのはすごい。どうしてって言われても困るけど、ね、どうしてって言われてもね。でも中学生の頃からの趣味をずっと続けてるからじゃないですか？精神年齢的な。あー、あー、なるほどね、うん、まあ確かにあり得るよね。うん、うん、社会に揉まれてない、
揉まれてはいるやん。揉まれとは思いますけど、まあ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 でもそうかもね。まあもっと大変でしょうね、みんな。いやそうだよね。だから皆さんがアラジオで揉まれてるんだったら我々も勇気しようですよ。そうですね。優しい感じですよ。みんなが頑張れる音楽を作っていくしかないです。それが使命だね。はい。ということで今日キョンって言っちゃったんです、はい、さてさて今回の岡本トークですが、今回は視聴者の方から、あ、視聴者の方から、はい、岡本ズに視聴者の方どっちどっち視聴者の方どっちだろうな、すごいね、教えて教えて、音読み訓読みがもう視聴者の方から教えてあ、ごめんなさい、はい、岡本さんにたくさん質問をいただいてますので、はい、そちらをたっぷりと紹介してみたいと思います、はい、題して教えて岡本図、デレデレ、はい、時間の許す限り視聴者の皆さんの質問にたっぷり答えていきたいと思います、はい、NG なしです、NG なしです、そうですか、はい、はい、でもレイジさんが選んだらいいんじゃないですか、まあ、みんなとはいえ見てますけどね、これですね、うーん、あ、みんな持ってる、あれ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 、俺このね、もう答えるわけでもないんですけど、1個目これ多分5時なんだけど、これすごい良かったから読んでいいですか、はいはい、ニックネームパンプさん、これ多分パンプさんの5時なんだ、うん、いつも仲のいい岡本図の皆さんは同級生で同い年ではありますが、はい、もしもこの54人が4兄弟だった場合誰が長男で誰が4なんだと思いますか、皆様が考える兄弟順を教えてくださいっていうことでね、一気に我々もプラス50人見えてんのかな、わかんないけど、これ面白かったですよね、これ面白い、はい、これでもよく家族で例えてくださいとかね、うん、ありますよ ね、 例えさせてどうすんだ、本当だね、ね、それぞれが違えよな、それぞれが親父だっつ、はい、そうです、あ、かっこいい、それでも兄弟の話なんだけど、ニックネームアッキさん、はい、アッキさん、アッキさん、 J-POP は聞きますか、うん、聞くとしたらどんなものを聞いていますか、これだからすごいね、聞くよね、 J-POP はもう、まあ、ヒゲダンの新譜聞いた、え、プー、もう窓出てなくない、プル待って、新譜のことプって言ってんの、何それプ、やっぱプだから、プはもうね、出てます、ね、え、出た、もう出た、全部は出てないでしょ、確かに新譜と、ま、私もらったじゃん、え、俺は渡してもらってない、嘘だ、え、全員にもらった、超聞きたいんだけど、坪井さんやってんでしょ、だってやってる、うん、やってる、聞いた、聞いた、坪井さんのやつ聞いた、俺まだ、あ、どの曲か分かんない、え、めっちゃ良かった、マジ、ギターの彼が小笹くんが、うん、書いた曲を坪井さんがやってる、マジで、 あれだ、あの、に、じゃ、福井でやった時に、そうそうそう、くれたんだよね、そう、いただいたんですよ、そうだよね、で、多分それで、ね、仕事があってさ、帰っちゃったから、うん、あ、そういうことだ、先帰ったからだ、違う、いや、でもあなたが帰る時間、とっくにヒゲダン先帰ってるからさ、みんなにさ、渡してたよね、うん、え、全員、あ、で、ちなみに俺もね、だからもらってはないから、そうだよ、だから2人がもらったんだよ、あ、ごめん、回します、そうそうそう、でもまあ、普通に楽しみにしとくわ、いや、例えばその、ね、J-POP で言ったらそれ、ヒゲダンでしょ、めっちゃ良かったなと思って、めっちゃ良かった、ヒゲダンを結構聞いてるよ、俺、うん、だ、はい、じゃあそうですよ、あと、ペギーズもいい、あ、ペギーズめっちゃいい、曲がいい、ペギーズだったら青木さんだよ、ずっと、ペギーズ音もいいし、曲もいい、 J-POP は好きだよ ね、 ペギーズいい、 J-POP なのかな、ペギーズいいって、もうだって2年前の年末から言ってるわ、ペギーズ3年前かな、うん、ね、 J-POP なのかな、何が、まあ、そういうペギーズにしたら、そのアッキさんの定義もちょっとわからないから、ね、わかんない、そのなんかさ、日本の音楽を聴くと思ってないんだよ、多分、意外と聴くよ、聴くよ、聞くよ、日本の音楽の方が聴いてるかもな、ね、今年ずっとミーシャさん聴いてます、シンガーディーバ好きだよね、好き、あ、金子綾乃さんの新聞すごい良かった、 あれ良かった、うん、聞いてるよ、だから、うん、てか音楽はマジめっちゃ聞いてると思うよ、うん、本当に聞くと思う、多分、うん、だからあんまり嘘でしょっていう振り幅で聞いてると思う、うん、今俺山口中樹すごいまた聞いてる、あ、ヒゲダン聞きながら、ヒゲダンと、うん、まあでもどっちもいい、そういうことだよね、どっちもいい、こことも、うん、おさらばします、4人の好きなもので岡本太郎さん以外だと他には共通するものってありますか、ニックネームサホピさん、やっぱり小坂忠さん、俺も同じこと思った、ね、やっぱ J-POP 流れでいくと小坂忠はみんな好きだよね、放浪ってアルバムがあるんです、ね、本当にみんなに聞いてほしいな、うん、あとは牛銀、
あ、牛銀だから音楽じゃなくてもいいんじゃないの牛銀あと牛銀ね、なんだろう、いろいろあるよ共通して好きなもの。でもいろいろなくなってきてんじゃない。うんいい意味で、うん、そのね、同じものとか食べなくなったじゃん。うん、あなたたち来ないから打ち上げに行かない。前乗りの飯とか来ないでしょ。同じもの食べてないで、ほとんど映画館行くもん。俺漫画読むのに忙しいんだ。たまに行く。コウキさん来ますね、たまに、うん、確かに。だからもうあんまないんだよね、うん、あんまないんじゃない。俺でも最近スキヤとかやっぱ好きだなと思うね。おお、わかる。なんか思い出の味になっちゃってんだよ、やっぱ。スキヤはうまいよな、うん、ああいうのは富士そばとかさ、うん、思い出の味だなっていうのはあるよ、ね、思い出って思える年齢感になってきたんだなと思って、懐かしいみたいな、うん、興味ゼロだな、お前司会だろ。司会だからこそ前もって質問見とかないとな。じゃあ次行きましょうってなった時にさ、こうパッとじゃあ次ってじゃあ次行きましょうもお前が言うんだから、お前が全部やれ。だからそう、俺は今その段取りだからそう。俺はニックネームグーダさん。グーダ、一番音楽を聴く場所はどこですか。あー、でも路上だよな。俺もそう、電車の中とか路上じゃないかな、まあね、家でももちろん聞くんだけど、うん、家でこう座ってじっくり今から音楽聴こうって時間よりやっぱ移動してる時に聴いてることの方が多いかも。移動してる時にさ、音楽を聴かない時間って結構あります、うん、それはそれであるよ俺。たまに、エアポッツの充電が切れてる時とか。俺ね、ほぼないのね。俺もない。有線と無線どっちも持ち歩いてるから、うん、本当にほぼなくて、うん、この間、うん、すっかり忘れちゃって移動した時に、この世の中ってこんなにうるせえんだと思って。あ、うん、あ、そうだから俺意図的に聞かない時ある結構、ね、本当にうるさくてびっくりした。自然の音の必要性を時々感じる、うん、感じるよね、うん、感じるけどうるせえなと思った、すげえ。本当に、うん、そんなに聞いてたの、ね、おしゃべりとか人のおしゃべりとか、うん、うるせえと思って、うん、はい。いい間だ、進めてください、進めてください、うん、全然。ニックネームおはるさんからの質問です、はい、岡本翔さんへ質問です、はい、2012年に発行されたタワーのおかずで、ああライブ中はノーパンと書かれていたのですが、今もノーパンですか。はい。ニックネームおにぎりの鬼さんからの質問です、ね、なぜ浜くんは男性から人気なんですか。MC 前に浜くんという人は男性が多い気がします。あ、え、ダメなんですか、男性から人気だったらダメなんですか。いい、怒ってないよ、向こうも喧嘩売ってきてるわけじゃないよ。で、なんでしょうね、え、分からないです。やっぱ男のシンボルだからじゃない、ヒゲが。ああ、ヒゲが、浜自体が男のシンボルだと思って、主語が今浜がだと思う。まあ、それもあります。国の違う感じなの、はい、うん、あ、いい質問ありました。終わりでした。ニックネームチャングリラさん、はい、ハーフムーンの打ち込み電子音、はい、カウベルみたいな音が裏で鳴っていると思うのですが、うん、これはピコ太郎の PPAP で鳴っている音と一緒ですか、あるいは似ているサンプラーを使っているのでしょうか、気になります。すごい。これはね、ローランドの、TR808 っていう、まあ、超名機ですけど、八百屋です。それで使われているあのカウベルの音ですね。同じってことですよね、まあ、同じ音色っていうことですかね、うん、あれ同じなのってか、そもそも、うんうん、まあまあもちろんそのピコ太郎さんがどっから引っ張ってきてるとか、実機で鳴らしてるとかで、まあ、具体的なところは変わってくるけど、はい、そのいわゆる八百屋の音、カウベルですね、うんうん、で合ってますよ。合ってます、さすが。合ってます、耳がいい。まあ唯一無二だからな、うん、あの音は。あれもわかるからね、本当に。ニックネーム岡本亮さん、レイリさんの影響で最近いろいろなことに興味が湧いてきました。高3なのですが進路が決まりません、アドバイスお願いします。情報が少なすぎるよね。え、どの辺がですか。ちなみに、意外にほら、高3とか、いろいろなことっていうのが、いろいろなことっつうのがさ、進路と関係ないいろいろなことだったら別に関係ねえじゃんって言えるけど、うん、それが進路に関係あるような、例えば服だったりとか、うん、DJ やりたいとか、うん、まあ、バンドやりたいとか、うん、そのなんだろう、もう自分のライフスタイルでこう行かないといけないようなことに興味が湧いてきちゃったりしたら、またそれはちょっと違うじゃん。そうだ、ね、うん、でもまあなんだろうな、もうやるべきこともやって、やりたいこともやればいいんじゃないの、うん、はい、どっちも別に両立できると思います。進路ね、はい、進路としてはね。さて、いいじゃん、ここからは唯一のコーナー、レギュラー、唯一のレギュラーコーナー、ね、置いてかれちゃう。終わったんだ今。クイズ岡本Q。はい。